名言。どうもちゃ、篠原です、今回はですね、名言を話したいと思います。はい、これですね、もうこれ何回言ってもいい言葉なんで覚えておいてください。一番大事なことは、一番大事なことを一番大事にすることですね。で、皆さんにとって一番大事なこと、これは何かってことですね。これはもう合格ですね。合格です。で、合格することを一番大事にしてほしいんですね。で、多分ね、皆さん、いろんなところで悩むこと結構あると思うんですよ。例えばですけど、まあ、もう受験で使わない授業がね、学校の定期テストであるとか、あと学校の宿題が多すぎるとかね。で、あと、まあ、もういろいろあると思うんですよ。なんか彼女が絡んできて、なんでしょう、俺勉強したいのにとかね、彼氏がなんか甘えん坊でとか、もういろいろあると思うんですよ。で、あと、まあ、彼女ができない、彼氏ができないとかね、あると思うんですよ。で、いろんなその悩みあると思うんですけど、とりあえず、今大事なことは何かっていうと、やっぱり僕は合格することじゃないかなって思うんですよね。大学に受かることが一番大事なのかなって。で、ぜひ皆さん、合格をつかむためにやるべきことはいっぱいあるはずなんで、そんなどうでもいいことはやらないことはない。だからこれから考えるときは、この勉強をやって、この行動を続けて合格するのかってことを常に考えてほしい。僕の動画を見るときもそうです。僕の動画を再生することは自分が合格することにつながるのかってことを常に考えてほしいんですね。で、つながるなら見てほしい、つながらないなら見ないでほしいんです。で、合格するために大事なことだけやる。合格するのが一番大事なので、その一番大事なことを一番大事にし続けてほしいんですね。です。まあ、よくね、スマホいじっちゃってとかってあるんですけど、だったら LINE とか Twitter とか Facebook とか全部もう消したらいいじゃないですか。インストールしたらいいじゃないですか。どうせ大学に入ったら友達いっぱいできるんで、別に高校でそんな無理に人間関係続けなくていいんですよ。だいたい LINE 続けないと続かない人間関係なんて、もう元々ないようなもんなんですから、もう本当にね、合格するっていうことを一番大事にして、で、それをもう常に頑張ってやっていく、これが一番いいんじゃないかなって思います。まあ、ぜひ、合格をつかむためにですね、一番大事なことを一番大事にしてほしいなと思います。この言葉は、僕の、先生、僕の師匠ですね。僕の師匠、まあ、大学生の時にいろいろ教えてくれた師匠が言ってた言葉です。で、その人は京都大学の理系の人で、まあ、本当に今でも尊敬してて、しかもね、めっちゃかっこいいんですよね。イケメンな、なんか僕の友達って、なんか僕の友達は、僕の周りってイケメンしかいないんですよ。しかもなんかね、僕の周りって今僕より年上しかいないんですよ。僕がね25なんですけど、今一番若い人が多分30かな、僕の周りで。で、なんか大体もう30代で、僕の周りなんか僕20代の友達いないんですよね。30代で、で、大体イケメンなんですよ。で、大体モテてるんですよね。だから僕が一番若くて、僕が一番モテてないっていう、すごい切ないんですけど、まあそういう状態なんですよね。で、まあそれはどうでもいいんですけど、その、師匠が言ってた言葉ですね。一番大事なことは、一番大事なことを一番大事にすることだということで、まあぜひね、皆さんにとっては合格ですね、これを大事にしてほしいなと思います。はい、ということで今回はね、名言を一つ紹介しました。ぜひ、皆さんこの言葉大事にしてください。これはね、受験だけじゃなくていろんな時に言えます。ぜひ大事にしてください。ということで今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。まあ、僕にとって一番大事なことは価値を届けることでしょうね。世の中に対して価値を届けることが僕にとって一番大事なことですかね。はい、まあ、価値を届けたら、まあ僕にとっても嬉しいし、世の中にとっても嬉しいし、で、まあ、視聴者の方にとっても嬉しいという、まあ、三方よしってやつですよね、になると思ってるんで、まあ、僕にとっては世の中に価値を届け続けることができればいいかなって思ってます。最後になりますが、この動画の動画概要欄 URL クリックしてもらったら、メルマガ登録フォームに飛びます。30秒くらい登録できるんで、よかったら登録してください。今後もこういう勉強役立つ情報をどんどん配信していくんで、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということで、また次回会いましょう。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。